類稀なヒロインと言って過言ではない。朝の連ドラ、カムカムエヴリバディ。その中心で、最高に輝く演技を見せる。女優で歌手の上白石萌音さん。派手さはないですが、寄り添うような優しさが。一層、見る者の胸を締め付けていますね。そんな彼女のことが気になったので、調べてみることにしました。本名も同じ、上白石萌音さん。1998年1月27日生まれの23歳。出身は鹿児島県鹿児島市で。身長152センチで血液型 AB 型。両親と妹の4人家族。東宝芸能に所属しています。妹さんはご存知、上白石萌歌さん。萌音さんと同じく、歌手、女優で活躍しています。母親は元音楽教師で、現在はピアノ講師をされています。ですから、子供にも音楽を好きになってほしい。そんな願いを込めて、二人の娘の名前に、音と歌の文字を入れたのだとか。萌音さんは、幼少期はとても内気な子で、いつもは聞こえないほどの声で喋る子でした。ですが、親戚が入っていた老人ホームでは、姉妹でステージに立ち、歌ったり踊ったりして、歌う時だけは大きな透き通るような声が出ているのに気づいた母親が、それならと、小学校1年生の時に鹿児島市内にあるミュージカルスクールに入所させたのだそうです。しかし、萌音さんが8歳の時に父親の転勤が決まります。転勤先はなんとメキシコだったそうです。そんな父親の職業はというと、公立の中学校の社会科の教師でした。でも、なぜ、中学校の教師の転勤先が、わざわざメキシコなのかというと、そこには、驚くべき理由があったのです。父親は文部省から派遣されたのだというのです。どういうことかというと、萌音さんの父親は教師でありながら、遠隔授業のスペシャリストとしての研究者で、数々の論文を学会で発表して、たびたび受賞されているのだとか。素晴らしい研究の成果と日頃の勤務成績が認められて、文部科学省の在外施設への教員派遣制度によって、萌音さんが小学3年生から5年生までの3年間、家族と共にメキシコに赴任しています。あちらでは日本メキシコ学院で講師をされていたそうです。萌音さんは、同校の小学部に通っていました。上白石萌音さん。その育ちのいい温厚な人柄で、現場でもとても評判がいいので、子供の頃から人気があったのでは?と思ったのですが、実はそうではなかったのです。メキシコに留学する前までの彼女は、メガネをかけて、声も小さくて、いつもうつむいて本ばかり読んでいるような、とても内向的な性格が災いして、クラスの女子から反感を買ってしまい、のけ者扱いにされたのだそうです。学校に行くものの、教室に入れずに、人と接することが怖くなってしまい、1年間ほど保健室へ登校していたそうです。そんな萌音さんを母親が見かねて、ミュージカルスクールに入れたのもつかの間、父親の転勤で大きな転機を迎えることに、普通なら、言葉の通じない英国で、余計に孤立してしまうのではないか?そう思ってしまうのですが、意外なことに全く逆だったのです。実は、メキシコでスペイン語を習った人に、悩んでいる時間があるなら、楽しんだ方がいい。と言われたことが心に響いて、それからは、積極的に人と接するようになったのだとか。まさに、強烈なラテン気質のなせる技ですね。6年生の時に帰国した萌音さん。また、以前と同じ小学校に戻ったのですが、もう全くの別人と言っていいほどで、いじめっ子を気にもせず、授業中は手を挙げて、ハキハキと発言するほど、明るい性格に変わっていたそうです。劇団四季に入って、ミュージカル女優になる。そう宣言していたらしく、周囲は、ただただ驚くよりなかったそうです。その後、東宝シンデレラオーディションを勧められ、妹の萌歌さんと一緒に出場したのですが、実際、
ご両親としては、娘が芸能界に入るのは、気が進まなかったこともあって、これで落ちたら諦めるだろうと受けさせたところ、モネさんは2011年、東宝シンデレラオーディションで審査員特別賞を受賞し、しかも、グランプリを受賞したのが妹のモカさんでしたから、ご両親はさぞかしびっくりしたことでしょうね。姉妹二人とも東宝芸能に所属することになって、中学時代は仕事のたびに東京に出ていたそうですが、高校生になるタイミングで上京することに。最初は都会になれなくてビクビクしていたそうです。馴染みなかったり、いじめられたりしたら、とか考えて、ネガティブな気持ちでいっぱいでしたが、事務所の寮で妹と母親と3人暮らしだったことで、なんとか乗り切ることができたそうです。ちなみに、高校は東京の実践学園高等学校へ推薦入学しています。こちらは、偏差値56から62の進学校で、両親からは、勉学がおろそかになったら、すぐに芸能界を辞めさせると言われていたモネさん。大学へは、なんと、一般入試で関東6大学の、明治大学国際日本学部に合格します。ちなみに、偏差値は58から60という難関で、英検2級という実力に磨きをかけるため、選ばれたのではないでしょうか。スペイン語検定も6級で、中国語を専攻されていますので、まさにマルチリンガルになるモネさん。だから、ドラマで英語の長セリフを、迫真の演技で見せることができたんですね。2011年 NHK の大河ドラマ、GO!姫たちの戦国の、最終回でデビューしたモネさん。翌年、ミュージカル、王様と私で初舞台を踏み、同年、アニメ映画、狼子供の雨と雪で、声優デビューも果たしています。2014年映画、マイ・コア・レディのオーディションでは、800人の中から見事、初主演を勝ち取って、第38回日本アカデミー賞新人俳優賞ほか、数多くの賞を獲得しています。2016年10月にはアルバム、シュッシュで歌手デビューしていて、これには、ヒロインを演じた名作映画、君の名はの、主題歌、なんでもないや、が入っており、その後も、音楽活動に力を入れています。そして、2020年1月からのドラマ、恋は続くよ、どこまでもで、佐藤健さん演じる超ド S なドクターに、恋をしてしまうという看護師役で、大ブレイクしています。さらに、2021年ドラマ、オーマイボス、恋は、別冊でで主演し、ボス恋旋風も起こしています。その他 NHK 大河ドラマ、青天を衝けにも出演して、話題の朝ドラ、カムカムエヴリバディで、初代ヒロインの安子を好演すると、2021年 NHK 紅白歌合戦には、歌手としての出場も決定しており、引っ張りだこの上白石萌音さん。エッセイ集、いろいろも発売するや、発売前から重版が決まるマルチぶりだとか。もはや、空前のヒットメーカーとなった萌音さん。一体、どれくらいの収入があるのでしょう。気になって調べてみました。あくまで推測ですが、モネさんの場合、ドラマ1本およそ150万円から200万円と言われていて、1クールで1500万円以上は稼いでいるでしょう。2020年出演したドラマは29話ですから、4350万円くらいではないでしょうか。そして、映画のギャラはおよそ150万から250万円。しかし、2020年に出演はなく、ゼロでした。上白石萌音さんの CM1 本あたりのギャラは3000万円から3500万円と言われています。2020年に出演した CM は3本ですから、1億500万円となります。その他舞台にも出ていますので、全体で2億円でもおかしくはありません。しかし、母親からはこんなことを言われているとか、何事もご縁。それまでは自分を磨けばいい。風向きがいいとき、人は運を忘れてしまうから、絶対に忘れてはいけないよ。どんなに娘が売れたからといって、捨
ステージママとなってしまう方もいるのに、モネさんの母親はさすがですね。芸能界で売れた今も、周囲への気遣いを忘れない。いい意味で、普通の感覚を忘れていないからこそ、いい演技ができるんですね。上白石モネさん。2022年は、舞台、千と千尋の神隠しで、主人公の千尋役を橋本環奈さんとの、ダブルキャストが決まっているそうです。彼女の活躍から、まだまだ、目が離せそうにありませんね。力いっぱい応援したいと思います。それではまた、次回お会いしましょう。